上野さん。毎度どうも。ちょっと話聞かせてもらっていいですかね。何ですか。1年前のことです。は？1年前の事件ですよ。新聞では名前を伏せられてましたけど、あの現場に上野さんがいたってこと分かっちゃったんですよね。私知りません。とぼけてもダメですよ。こっちもいろいろ調べたんですから。わけわかんない事件だったから苦労しましたよ。警察もなかなか協力してくれないし。話すことなんてありませんから。こっちもネタが欲しいんでね。もし答えてくれないんだったらいろんな写真出しちゃいますよ。いろいろあるんですよ、上野さんの写真。トイレとか夜遊びとか。でもそういうの出すのもう飽きちゃったので、ここらでちゃんとした記事出したいと思ってるんで。行くよ。ちょっと待って。行くよ。こっち手振って。そう。こっち見て。竹山さん、これ。みんなまだ中学生で本当新人なんですけど、一つよろしくお願いします。はい、新人結構ですよ。うちのグラビア新鮮さが売りですからね。わかりません。え？どうすればいいんですか？どうすればいいって、普通にやってくれないんだよ。普通ってどんなですか？どんなって言われてもな。本人まだちょっと慣れてないもんで。はい、わかりました。Thank you。はい、OK。次の人。見せてあげるから。はい、こっち向いて。はい。ちょっとわざとらしいな。もっと自然に行こうよ、自然に。いい？はい。すごいね、あの子。はい。次はじゃあ伸びするみたいにやってみて、伸びするみたいに。はい、行くよ。はい。
はい、もうワンポーズ。はい、行くよ。それじゃイケイケ中学生になっちゃうな。もっと普通にやってみる？イケイケだって。はい、踏んで。行くよ。はい、オッケー。はい、笑顔でね。どうしたの？笑ってごらん。その子はそのままで、そのまま撮っていただければ。いや、あの子はですね、その今流行りのクール系で行こうと思ってるんですよ。じゃあ、今度は座ってもらえる？したい。それで目線外して。はい、ラスト。はい、お疲れさん。じゃあ、これでちょっとコーヒーブレイクしましょうか。ね。お疲れ様。お疲れ様。子供苦手でしょ。え？顔に出てるから。いや、これでも優しくしてる方なんですよね。女の子って見抜くのよ、そういうの。なんかすいませんね。ほら、あいつら全然分かってなくて。いや、大丈夫ですよ。すいません。俺もグラビアやって長いけどさ、みんな小ギャルみたいな女ばっかなわけよ。だからもうちょっとこうピュアな少女を発掘してだね、世の中少しずつでも変えていかなくちゃと思ってね。なあ、伊坂ちゃん。ああ、そうっすよね。分かってんのかよ、本当によ。分かってますよ。埋もれてる目を出すのは俺たちの仕事でしょ。だから大変でも頑張んなきゃね。純情なアイドルのためにね。こういうのなかった？夜中に合わせ鏡をして、そこに映った顔は自分の死に顔だって。え、私は将来の結婚相手が見えるって聞いたけど。違うよ、死に顔だって。そんでさ、完全に合わせ鏡ができると、向こうの鏡の奥からこっちの鏡に向かって悪魔が走ってくるので、こっちの鏡からこっちの鏡に通り抜ける瞬間に合わせ鏡を外すと、現実の世界に悪魔が起こしてくるんだって。へえ、悪魔が出てくるの？うん、でもそこで鏡を割っちゃえば悪魔は魔力を使えずに消えるって。やってみたの？やったけど何も来なかった。だよね、私も未来の旦那さんなんか出てこなかったもん。ねえ、マヤもなんか知ってる？私はそういうことしない。やだね、優等生は。ゆかはナルシストだから。鏡離さないもんね。行ってらっしゃい。あ、私携帯あっちに忘れたみたい。ちょっと取ってくるね。あ、瑞希ちゃん。すいません、ちょっと携帯取ってきます。次下で着替えるからね。すいません、忘れ物しちゃって。
いいなあ、ゆか身長あって。任せて。私って幼児体型。あの、倉橋です。倉橋さんスタイルいいですよね。私女優って言われてもおかしくない。私はね、裏方でいいの。あなたたちみたいにもう一人の自分演じるなんてできないもの。もう一人の自分？ファンの前で自分のイメージ作んなきゃいけないでしょ。私はそのままでいくもん。だからダメなんだよ、瑞希は。私みたいにもっとこう、自分を演出できないと。はい、ああ、私ってやっぱりアイドルになるために生まれてきたんだな。そういうの、おめでたいって言うんですよね。はあ？どう見たってあんたらよりスタイルいいし、胸だってあるでしょ。私に勝てるとこなんてあんの？はいはい、喧嘩しない。胸だったら私だってあるわよ。すげえ。はい、じゃあメイさん準備 OK かな。大丈夫。はい、じゃあ3人こっち来て。はい、じゃあこの辺に並んで。伊坂ちゃん。はい。俺確かに新人がいいって言ったよ。言ったけどさ、あんなど素人じゃ困るよ。あら、なんかさっきと言ってること違うんですけど。ダイヤの原石と石ころは違うでしょって言ってんの。あんたの親戚の紹介とかさ、え、世話になってる社長の娘、そんなの連れてきてどうすんだよ。挙句に最後の子は借金の方。冗談じゃないよ、勘弁してよ。ダメっすか。当たり前だ、なんか使えねえよ。やっぱし。じゃあ次は3人、じゃあ腰下ろして、そこで体育座り。立って。こっち見て。笑顔。はい、もう一枚。はい、いい、じゃあ体勢変えようか。じゃあ右足をね、もうちょい横に伸ばして、ピン。はい、左足を抱えて。そう。ちょっと上目遣いでみて。いくよ。もう一枚。目線ちょうだい。あ、でもね、このマヤっていう子はね、昔父親にロリータモデルさせられたことがあるんですよ。え？本当？人気が出てから出したら売れるよ、きっと。ですからその案件をもらうこと条件に引き受けたんです。はじめは美少女アイドルで売っといて、その時は滝本さんとこで出させてもらいますから。業界慣れてきたじゃないよ。え、それでいいんだよ、伊坂ちゃん。勉強になります。やる、これ。なんすかこれ。え、常識だよこんなもん。伊坂ちゃん、じゃあ次は顔を寄せ合って、顔を行くよ。そう。おいおい、伊坂ちゃん見なかった？そこにいましたけど。どこ？倉橋さんたちの後ろに。何言ってんだよ、さっきから俺とあそこにいたよ。でもずっとここにいます。ちょっとやめてよ。いたね。いたような気もするけど。二人いるわけないんだからさ。なあ。やばいよ。あいつ死ぬよ。は？もし二人いたらね、もう一人の自分見た人は死ぬって言われてんだよ。知らない？知らない。これ本当の話らしいよ。太宰治も石川啄木もそれで死んだって。あ、何やってんのあいつ。何なのあれ。まあいいや。はい、撮り直すよ。行くよ。じゃあ笑顔でくれ。はい。伊坂ちゃん。おい、伊坂ちゃん何やってんだよ。
何何だよ。え、どうしたの。妹さんたち探してくるからちょっと待ってて。はい。さっきさ、あのおっさんあれでうちらが本気で怖がるとか思ってたのかな。どうせ中でしゃべって。坂がもう一人いたんだよ。伊坂が伊坂を追いかけ回してたんだよ。なんだよその野郎。俺じゃねえぞ。もう一人の自分を見たからこんなになっちゃったんだよ。おい、何やってんだよ。やめろ。人が死んだんですよ。うるせえな。どうして。そんなの言わないでしょ。うるせえ。言うこと聞きな。入りましたよ。落ちてください。お前ら、俺は騙そうとしてんだろ。そうはいかねえぞ。教室戻れ。お前らもだよ。廊下にうずくまってる。大丈夫、すぐ帰れるから。心配ないから。私行ってくる。じゃあ俺が行くよ。子供たち守る方が大変だから。私一人には何とかなるけど。助けを呼んでくるからね。いい？あのお兄ちゃんの言うことちゃんと聞いて待ってなさい。分かった？
どうした？今、倉橋さんが。無事に出たのか？学校に入っていった。え？見たでしょ？何言ってんだ、こいつら。何？倉橋さんの声。自分を見ちゃったから。何言ってんの？あの親父がやったんでしょ？いいから教室戻れ！逃げようよ！まだどっかに隠れてるかもしれない。だから早く！おい、待て！はい、教室戻れ！
出られない。え？外に俺がいる。そんなこと。あいつなの？ゆか。もう大丈夫だから。急に倒れたの。何もしてないのに自分を見たって言ってた。その話はもういい。みずきがいない。どうしよう、はぐれちゃった。なんでもない。その床から離れて。本物の床はどこにいるの？何？とぼけないで。これは床じゃない。床
の偽物なんです。偽物？彼女は今まで一緒にいたのよ。私はゆかの正体を見たの。何なの正体って。そっちこそどっちが本物なのよ。え？私たちも見たの。瑞希が二人いたの。私たちの中に混じってる。みんな滝本のことだ。みんな暗示にかかってんだ。そうだよな。そうだよな。鏡を見ればわかる。ゆかは鏡を見たら変になった。何それバカじゃないの。もういい。子供の冗談に使って暇はない。じゃあやってみてよ。子供の冗談かどうか鏡を見ることぐらい簡単でしょ。で、鏡を見て。次は何すればいいの、水木。鏡に向かって喋ってみる。やめろ。これで気が済んだか。多分もっと長く見てないと。ふざけないでよ。ゆか。ゆか。
か。ゆか、どこ行くの？ゆか。どうなってんだ一体。あ、すいません。もう一人の自分見た人は死ぬって言われてんだよ。物が殺してる。え？見たでしょ。ゆかはゆかの偽物に殺されてた。伊坂さんも倉橋さんもみんなきっと。なんでそれ。自分を見たら死ぬんじゃない。自分が自分を殺しに来るのよ。信じない。そんなことが起こるわけない。大人は都合の悪いことは信じないんでしょ。もや、どういうこと？私が呼んだの、あいつらを呼んだの。呼んだ？そんなつもりじゃないのに。ちゃんと話してくれよ。そんなつもりじゃなかった。そんな。おい、ダメ！マヤ無理させたらダメなの。マヤ、そんなこと望んでない。お願いしてない。マヤ、しっかりして。大丈夫だよ。マヤを責めたりしないからね。マヤがいじめの話してくれた時約束したでしょ。私はずっと味方だよって。
鏡にお願いしたの。鏡？友達に回す鏡をして3番目の自分がこっちを向いて笑ってくれたら願いは叶うって聞いた。何を願ったんだ？嫌な人に死んじゃえって。そしたら本当にその人が死んじゃって。その人って？ママの最高相手だった人。つまりそれは君の親父さんか？嫌いだったの。あの人私に。その時から私がいなくなっちゃうって思った人がみんな。だから気持ちを出さないようにしてきたのに。じゃあなんで俺たちまで？今日思い出しちゃって、小さい頃の嫌なモデルのことを思い出して、もうこういう仕事嫌になっちゃって、自分もみんなもなくなればいいのにって。ごめんなさい。マヤ、逃げて。あいつら出てきたら止められないの。何なんだそいつらは。わからない。とにかく逃げて。私はほっといて。ダメだよ、一緒に行こう。もういいの。私なんか。じゃあもう一度やってみようよ。もう一回合わせ鏡してお願いすればいいじゃん。いや、もうあんなことしたくない。おい、そんなこと。嘘でもいいから。追い詰められ、あいつらは中をうろついてんだ。さあ、マヤ。いや、マヤは置いていけない。いいか、俺はもう一人の自分なんて見てないし、君の言う通り都合の悪いことは信じない大人だ。でもな、大人っていうのは子供を見捨てるわけにはいかないんだ。分かったか。さあ行こう。さあ、もう絶対離れないようにしっかり手を握って。分かった。名前、なんて言うんですか？え？名前知らないから。山崎。
中お願いしたことは取り消せないって。そんなことしたら大変なことが起きるって言われた。やってみなきゃ分からない。ダメだったら私がやってあげるから。早く。いい？偽物を消すようにお願いするんだよ。お願い、偽物を消して。ダメ、聞かない。どうしよう。もう一度お願い、消して。大丈夫だよ。大丈夫？捕まって。
し。梅野さんがしたって書いちゃっていいんですか？みんなあなたのことどうかしてるって思いますよ。どうするんですか、清純派アイドルがそんなデタラメ言って。でも本当のことなんです。こっちはいいんですけどね、別に。上野瑞希が自ら語った真実ってやれば面白いネタだから。わかりました、それじゃ書いちゃいますよ。本当のこと言った方がまだいい気がするんですけどね。それじゃまたよろしく。